どうもモルハです。今後荒れることが予想される185系が停車しているここは東京駅です。今回はこれから青春18切符を使って名古屋に行きます。もちろん普通に行くわけではなく、青春18切符と少しの追加料金で乗れる列車のみを利用して、これ以上にないくらい楽な方法で東京から名古屋まで移動しようと思います。おそらくこれからの移動は東京名古屋間の18切符で最も疲れない移動だと思います。まずは東京15時27分発の東海道本線普通沼津行きに乗車。この時間に乗るのがポイントです。最も楽に移動できる方法は1日にこの15時27分の列車1本のみとなります。それではこれからどんな移動が待っているんでしょうか。この電車は東海道線普通電車沼津行きです。後ろ5両は途中の神津止まりです。列車は東京を発車。この電車で終点の沼津まで向かいます。沼津までの乗車時間は2時間20分ほど。当然2時間20分普通車で過ごしてもいいわけですが、青春18切符に平日だと1000円、土休日だと800円追加することで2階建て車両に乗ることができます。この車両はリクライニングができる座席で、青春18切符利用者にも定評があります。2時間20分の乗車が1000円の追加料金でとても快適になります。ただ全車自由席なので着席保証がないことはご注意を。この列車も品川から横浜あたりは満席に近い乗車率でした。少々お待ちください。この電車途中神津にて後ろ寄り5両は切り離し回送電車となります。神津から先ご利用のお客様は前よりの10両をご利用ください。ホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。 The next station is Nebukawa JT18. The doors on the left side will open.この電車は東海道線沼津行きです。次は神奈美です。次は終点沼津です。The next station is Numazu Terminal, CA3.
列車は終点の沼津に到着しました。熱海から JR 東海の区間に入り3駅目で、沼津まで来るグリーン車付きの列車は朝夜限定で限られているので、東京15時27分の列車に乗ることが重要なわけです。さて、ここからは名古屋へ行くためには普通はロングシートの車両でずっと静岡県を横断することになります。しかし夜の時間限定で救世主が現れます。こちらホームライナー浜松3号浜松行きです。ライナー列車は快速列車の分類、つまり青春18切符でも乗れてしまうわけですね。使用車両は特急型373系、リクライニングのできる特急で使用される車両で、ライナー券は330円、良心的すぎる価格設定です。これで浜松まで快適な移動が保証されます。ちなみに沼津駅の乗り継ぎは50分ほどあるので、改札外で夕食を食べるか、車内で食べれるように食料を調達するのが無難です。東海道本線の静岡県エリアは乗り鉄の方なら聞いたことあると思いますが、車両がロングシートばかりで通勤列車に乗っているかのような移動になります。なので私は別にそんなにですが、苦痛と感じる人は感じると思います。そんな時に朝夜だけ走っているこのホームライナーは、座席はリクライニングできるし、停車駅も少ないのでかなり飛ばしてくれる、こんなありがたい存在はありません。基本的に沼津から静岡、または静岡から浜松の運行なんですが、沼津を18時と19時に発車するホームライナー2本に限り、沼津から浜松まで静岡県をほぼ横断してくれるという、本当に18切符で乗ってしまっていいのか疑いたくなります。あまりに便利すぎるので、18切符シーズンは通勤客と合わせると混雑します。早めに沼津駅に着いておくためにも、沼津まで乗り換えなしで行ける東京15時27分発の列車がちょうどいいのです。さて、列車は沼津から1時間40分ほど走り、まもなく浜松へ。さて、そろそろ乗り換えをするかっていう時間になるはずなんですが、ここで衝撃の事実が告げられます。いいのって感じですよ。もうなんとこのホームライナー浜松3号は浜松に到着するとそのまま浜松20時12分発の東海道本線普通豊橋行きに変身するのです。時刻表では別列車になっていますが、蓋を開けるとなんと直通列車になっていたのです。浜松からは普通列車となるので乗車券のみで利用できます。浜松で乗客は結構入れ替わりますが、通しで乗る人もそこそこいますね。青春18切符の移動なのに、東京からまだリクライニングシートしか座っていません。なんだこりゃ、もはや青春18切符とは何かという感じです。豊橋までは各駅に停車していきます。沼津から豊橋まで追加料金330円で3時間以上くつろぐことができます。さて、豊橋で乗り換え、ラスト名古屋までは東海道本線の特別快速を利用します。特別快速は豊橋から先の東海道本線では最速種別です。豊橋からは313系、こちらは転換クロスシートです。豊橋と名古屋の間はほぼ全てが
転換クロスシートの車両で運行され、その中でも新快速と特別快速はとても速いです。贅沢な話なんですが、豊橋までリクライニングシートオンリーで来ると、この転換クロスシートがなんとなくプレートが下がったように思えてしまうというバグが起こります。転換クロスシートは普通快速列車の中でも最上級の座席のはずなのに、慣れって怖いですね。東京から名古屋までここまでかかった料金は、青春18切符の他に普通グリーン券1000円とライナー券330円のみ。なんて快適な移動だったのでしょうか。もう一度言いますが、このような乗り継ぎができるのは東京15時27分発の1回のみですので、関東に住んでいる方だと残念ながらあまり縁がない乗り継ぎだと思います。ずっと在来線特急に乗っているかのような感覚で、まさかこの移動を青春18切符を使用していたとはなかなか思えません。東京から6時間強、目的地の名古屋に到着します。名古屋に到着しました。6時間強という移動時間がどのくらいかというと、サンライズ瀬戸出雲が東京名古屋間4時間半くらいなので、6時間強から乗り継ぎ時間を除くと、サンライズ瀬戸出雲とはそんなに劣らない速さで移動していたことになります。本当に快適なので、もし時間があったならばぜひこの乗り継ぎをやってみてください。以上、東京名古屋間最も楽な青春18切符の旅行でした。それではご視聴ありがとうございました。